はい、皆さんこんにちは、ペン回しパフォーマー K です。一から始めるペン回し講座、今回はガンマンリバースやっていきましょう。はい、以前解説したガンマンの逆回転ですね。手前から奥に向かって回転するっていう感じの技になります。正直ね、ガンマンよりガンマンリバースの方が難易度低めだと思います。なんでガンマンできないよって方もね、ガンマンリバースチャレンジしてみてください。それではお手本動画からご覧ください。はい、こんな感じの技ですね。今回このドクターグリップ使って解説やっていきますけど、こういう市販のペンを使う場合、最初にこのグリップ側を持ってやろうとするとかなり難しくなります。なんで最初は逆側を持って練習することをお勧めします。はい、それでは持ち方からやっていきましょう。まずペンを中指と薬指で挟みます。挟む位置はペンの真ん中よりちょっと上ですね。真ん中より少し上ぐらいを挟んでください。で、指の位置はだいたい第一関節ぐらいのこのあたりですね。これあんまり内側になりすぎてもやりにくいですし、先端になりすぎても制御が効きにくくてちょっとやりにくくなっちゃうんで、だいたい第一関節ぐらい、このあたりがいいですね。で、この時注意したいのが他の指ですね。他の指がこの時ちょっとこう曲がっちゃってると、ペンがこう回転してきた時にぶつかって失敗しちゃう原因になります。なんで他の指はしっかりこう伸ばしておいた方がいいです。はい、こんな感じで持ってください。まあ、小指は出てても引っ込んでてもどっちでも大丈夫ですね。そしたらここから薬指でペンを弾いて、中指の周りを一回転してキャッチするっていう動きになります。いきなり一回転させようとするとちょっと難しいんで、最初はここからやってみましょう。キャッチを考えないで中指をくるっと回って落とすっていう感じですね。薬指をグッと曲げるような感じで勢いをつけて、中指の周りをくるっと回る感覚があれば OK です。ただやっぱり最初はなんかこう一緒にグッと曲げちゃってペンが離れないんだけどっていうような感じになっちゃう方も多いんじゃないかなと思います。ここで2つポイントを教えます。まず1つ目のポイントが助走ですね。まあ、ここから普通に薬指だけで曲げようとするとなかなかねペンを制御するのが難しくなったりするんですけど、ここから一回下にこうグッと下がって弾き上げるようにしてあげると勢いのつける感覚もちょっと分かってくると思います。ここから一回下げてこうって感じですね。まあ、なんかこういう動作の延長線上にあるような感じで弾き上げるような感覚です。で、二つ目のポイント、ペンを離すですね。ここから弾こうと思ってもこうやってどうしても握っちゃうっていう人結構多いんじゃないかなと思うんですけど、感覚としてはここからペンが上がってきて、もうこの辺で指をもうペンから離すっていうような感じにしちゃって大丈夫です。ちゃんと回ってくれます。ノーマルと同じような感じなんですけど、ペンがこの辺りにある時ってもう完全に指の制御から外れてます。なんでもうほとんど宙に浮いてるのと同じような状態なんですね。まあ、実際はこう中指の周りを回ってるんですけど、なんでもペンから指を離すぐらいの勢いでやってあげると感覚がつかめてくると思います。はい、この回る感覚が分かってきたら、あとはキャッチですね。キャッチがなかなか難しいです。ガンマンと同様でこれも薬指の動きが結構忙しくなります。弾いた指をすぐ戻してキャッチするっていうような感じなんですね。正直これは何回もやってこの薬指を戻す感覚を覚えていくしかないんですけど、一個だけ練習法があります。ガンマンと同様で手首をちょっと上に上げるように、ちょっとペンをふわっと持ち上げるような感じでやってあげる練習法ですね。これをやってあげるとちょっとこう滞空時間が生まれるんで、この薬指を戻す時間の余裕ができます。こんな感じですね。あとは感覚を覚えられるようになるまでひたすら練習してみましょう。で、この技も最終的には手首動かさないで指だけでできるようになるのが理想形です。やってみましょう。それでは最後にもう一回お手本動画ご覧ください。
はい、ということでガンマンリバースいかがだったでしょうか。この技ね、いろんな技を組み合わせるフリースタイルを組む上でもかなり使い勝手のいい技になってます。フリースタイル組んでコラボレーションビデオとか出てみたいよって方はね、ぜひこの技覚えてみてください。で、特に僕が習得してほしいのがこの薬指のガンマンリバースですね。この技、小指をしっかり曲げる動きが出てくるんで結構難しいんですけど、この技はね、覚えといて絶対損はないです。ぜひやってみてください。正直この技はもう割と筋トレに近いので、毎日頑張って練習をして滑らかにしていくっていう他ないと思います。最初はちょっと重めの改造ペンとかでね、感覚を掴んでみてください。はい、ということで今回の解説はこのあたりで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。